ぶっとびチャンネル始まるよ。皆さんこんにちは。下町ぶっとびチャンネルです。今日はですね、ラバさん、はい、55種類川魚を釣る企画で、はい、こんなにいっぱい来てくれましたねこんだけの生さん、はい、選手たちがいれば今日は声出るんじゃないでしょうかと思います。そして今日は岩井支部が2名来てくれてますからね。ヒロ君です。ヒロ君とマー君です。マー君、そして足立総本部から慎吾君も来てますからね。ダオさん、はい、期待は裏切れないですよ、これは。そうですね。パワーボール。おお、なんだ、確信みたいな。確信。今日このブレンドで行きました。確信マッハ。確信マッハ。めちゃくちゃいいじゃん。マッハでばらけさせて、うん、確信で芯を作ろうかな。で持たせる。持たして。最高です。今日は恋なんで。なるほど。それで行こうかなと。ヘラも食ってます。ヘラも食ってもしジュンヘラが上がった場合どうするんだ。ヘラが上がった場合、うん、どうしましょうか。素揚げ食うか。食った瞬間ヘラ氏からボコボコにされる可能性がある。あ、みんなここのヘッズたちあれか、はい、そういうの通じない系か。通じないです。食ったからには、うん、もうできんかく怒られる。できかくこれはちょっと今日焼き入れされると。そうなったら一歩も引けないのが男ダーマさんだね。やることになるな。人数は多いが、あの、うん、スタミナはないだろう。見る感じ。いった。やばそう感じ。酒でな。うん。なんか仕込んじゃう。思いっきりやばいものとか言って。どう？味は？味はしますよ。どんな感じなの？サナギっぽい味。サナギの味知ってるんかい？なんでサナギの味知ってる？だけど。よっしゃ。じゃあ今日はみんなよろしくお願いします。続き皆さんよろしくお願いします。お願いします。鯉を釣って。今日の鯉を釣りに。するにあたってダマさん、いろんな作戦ちょっと立てていこう。まずバラケマッハで、うん、まずこの辺バラケマッハを撒いて、まずは魚たちを集めると、うん、そこにパンとかいろんなものでジュンは今日どんな感じで。今日は2本貼り付けて。ダブルか。ダブルです。でその2本の針に練り餌を仕込むと。仕込む。鯉が好きな餌を、ね、鯉が好む餌だな、はい、与えて食わせる。なるほど。ヘラブナをこよなく愛する。大層だ。ヘッズたちはあれか、絶対に食べたりとかそういうのは絶対に許せないんだ。じゃあそこで調理なんかしたらやばいことになるんだ。ヘラ以外なら大丈夫なんですよ。あ、そうなんだ。ヘラに関してはやべえ。やばい。なんで自分それを知ってるんだ。一回やったんか。やったんしたら、したらどうだった。何ヶ月か喋ってもらえなかった。何喋ってもらえなかった。ダオさん、過去に10年、はい、ここでヘラやっつけて何ヶ月かみんなに干されたらしい。口聞いてもらえなかったらしいぞ。怖いな、それ。これやばい。だけど今日それを見せるのが男マスダツトムだべ。でみんなにどうぞなんて言っちゃってね。みんなも気づかないで食べちゃってうまいなんて言っちゃって。ねえ、だからさ、もう一口なんて言っちゃって。早速順にダムさん。サンドランニングです。濃いやん。濃いだ。本当に濃いやん。早すぎだろ。まだ始まってる。早速
早速純が本当に狙った通りの鯉を。何やってんだ。頭から突っ込むんだ。ケツじゃダメだぞ、ダマスさん。よっしゃ。よし。よし。よし。開始15分で。早い。早すぎ。うわ、綺麗な鯉ですね。これ何色？黄金色。黄金だよね。ダマスさん。はい。早速純が開始10分15分で勝負が決めてきました。もうやってくれましたか。すげえ綺麗な鯉だな。じゃあダマさん、はい、昨日も告知した通りですが、はい、今日はこいつをどうするんでしたっけ。調理です。調理してみんなで美味しく食べるいただくと。これは足立総本部の祝い支部そしてみんな食べる系ですか。そして腰返しも逆さのそれはみんなでよりによって本当に釣れちゃったもんですからねこれはねえダマさん、はい、みんなでちょっと美味しくいただきましょうか、はい、どす持ち歩いてんのかいどれどれどこにあるんだね。カットする道具ある。あ、この中にあるんですよ。これ誰のこれ。あ、大変なことになるぞ。ドスなんて持ち歩いてたらこれ口からサイズの方を測っていきたいと思います。ジェ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 58センチ。ノーカウント。え、もう一回ちょっと測ってみてください。もう一回いった。なんだなんだ。純が後ろでまた釣ったぞ。また釣ってる。すげえな。うわ。めっちゃ真っ黒。どのさん。よし、じゃあちょっと。テンションめっちゃこの上が作れないと思って。ちょっとじゃあダマさんちょっとこっちを測ろうか。もう一回。正確に。8だな、どう見ても。何回測っても58センチ、ノーカウント。これでかいかもしれないぞ、ダマさん。入った。あ、でかい。ダマさん。すげえ。もう入ってんの？もう入ってんの？古代魚だよこれ。え？古代魚。うわ。サイズアップした。これはやばい。これてか純がやばい。日焼けしてるね。うん？この光景は漁師の光景だぞ。漁師増田勤。釣れ。釣れじゃないでしょ。釣れですか。いや、かかってる。かかってたよ。こんなんする。これじゃダムイ。あ、これ余裕でいった。サイズ。これはもう全然。よし、じゃあダマさんサイズを測っていきましょう。こっち、ここよ。あ、惜しい。うわ、行ってない。行ってる、行ってる。いや、行ってないし。67か67、残り3センチ足りずにノーカウント。最高が67センチノーカウント。一応こっちも測ってみる。こっちが58センチでノーカウント。さあ、はい、振り出しからスタートです。はい、食べるな。いや、両方ともいただきます。こんだけの人数がいるんでね、今日は。大江さんもどうですか。すごいね。はい。釣れば釣るほど食べなきゃいけない。さあ、はい、やってしまいましたね。何ですか。このぶっ飛びルール。ダブったらどうなるんでしたっけ。ゼロです。一種類増える追加。どこに44がまた45で、また鯉を釣ったら46になりますんで、そこはもうあとじゃあゴールがなくなって、あとは順位次第です。でかい。なるほどね、寄ってきてんだ。でそういうとこにいる感じもあるね。
ダンさん、はい、ジュンの野郎、本物でしたよ本物の逆さ川の支配者でしたよよし、じゃあこれをどうするんだ、ダンさん。キャラビチャからキープ。じゃあで一応全部キープして一番良さそうなやつを、うん、じゃあいただきましょうか。はい、今んとも良さそうなやつ、あのこの黄金色のこっちの黄金のがうまみか。黄色のやつは美味しそうだね。こっちはでかい。なんかちょっと左の黒いのはちょっとオッケー。今順に3本目のヒットです。これ今日あれ鯉食べ放題だなやばいぞ。やるねさすがヌシ。またでけえ、でけえまたでけえぞ。あ、本日3本目の鯉、ちゃんと鯉だねあのヘラとかが食ってこないんだ。あんま食ってこない。鯉を狙えばちゃんと鯉を、はい、さあミスターツトム、はい、本日3本目の鯉です。なります。すごいね。ねえ。ていうより今日一人で一人で言わちだ。順が3本も。うん、昨日もちゃんとヘラを狙ってヘラを仕留め。今日はちゃんと鯉をね、うん、見事に仕留めてくれました。マス三昧。ダマさん、はい、食い切れますか。厳しいと思います。本日4本目の鯉がこれはでかいぞミスター。うわ太い。やっぱなんか元気がないですね。元気なかったな。多分これも年取ってんですよ。あ、そうなんだ。わかるんか。わかります。鯉たちの世界でいうヘッズみたいな感じか。はい、じゃあ逃がしてあげようか。逃がしてあげましょう。ダンさん、はい、さあ何センチあるか。60、いや、70超えた。70超えてます。71で、ああ半端な数ということでノーカウントえじゃあゴールなしですか。なし。75だったらクリア71センチはノーカウント残念賞。残念。順のせいだ。もうこうなったらダマさん、はい、メーター狙うべ、うん、じゃあまたリリース、うん、またおかわりかい。サイズどうだ。いやこれは引くね。めっちゃ引く。えあサイズまあいいね。めっちゃ走るな。これナイス。ナイス。5本目。オスとメスの違いは？メスはこのヒレが まん丸なんですよね。へえ。でもオスはこうしかちょっとかくついてるような、かくばってるんですよ、ね、あ、オスなんだ、はい、これが。あと頭が、うん、太鼓よりちょっとでかい。あー、でかいな。はい、それがやっぱオスとメスの見分け方なんですよね。へえ。ダマさん、コイのメンズが釣れました。サイズアップ。サイズアップじゃないですかこれ。一応測る。よし、じゃあダマさん80いったんじゃないですか。はい、そっちの、はい、さあ何センチあるか。いや、72だね。72ですか。さっきより1センチサイズアップだけど中途半端だからノーカウントもし俺らがいないでダーマさんと2人だったら、もうあの様子見たらあれか、焼き入れこれは完全に締めないといけないですマジか。お互いとりあえずどうも、今あの伝説の枝チャンネルの枝さんが様子を見に来てくれました、はい、
すいません、今日はありがとうございます。釣れたということで安心しました。ただ今あの数は出てるんですけど、うん、サイズは、サイズが72が最高なんですけど。あ、じゃあいいじゃん。いや、越したんじゃないの。ダメです。ダメなの。なんでよ。なんでよ。メーターになりました。ここから変わったの。はい、マジか、はい、じゃあこの越谷とか埼玉この辺東部エリアにいる小魚たちは全部枝さんたちが違う、私は入れてないよ。あ、さあ今純が本日6本目の鯉を今バトル中です。これでかいな。でかいな。さあ今壮絶なバトルが。うっしゃ。ナイス。ナイス。すげえ。ヒロ君ナイスです。ナイスラン。あーでもさっきと同じぐらいか。あ、同じぐらいです。今時期ってさ、鯉はあんま時期関係ないの？冬とか。いや、冬は本来冬眠するんですけどね。え、そうなの。はい、冬眠します。土の中に。いや、もう ずっとじーっとしてて。じーっとしてんだ。はい、動かないし。じゃあちょっとサイズ測ってみよう。本日のアベレージ 70cm。 そしてジュンが6本目。みんな誰も釣れないのにジュンだけ。来る意味ある。すげえよ。じゃあこいつはキープしとこうか。キープ、キープですか。うん。いや、枝さん、うわ、嫌だ。今日ここに来たということは。お腹は、お腹は。じゃあうちいなかったの。いや、もう手遅れです。ポケットに紙パン入ってる時ありますからね。マジか、紙パン入ってる。入ってる、入ってる。じゃん、ダーマさん、鯉の洗い、はい、大頭付きが完成しました。完成しました。ダーマさん、これをどういう風に食べるんでしょうか。醤油つけて、はい、わさび、あれ持ってきたっけな、わさび醤油です。はい、あとお味噌も一応持ってきたんで。あ、味噌。はい、味噌はどうやって使うんですか。ただ普通に味噌つけて食べるだけですね。へえ。おお、純が釣ったこの鯉をこれから美味しくいただくと。はい、純、こういう方です。なんかめっちゃなんか土とか泥ついてるんですけど、うん、これはあれだね、うん、つとぐのお頭もちょっと後で、うん、げんこつですね。ダマさん、はい、じゃあこれいただきますか。いただきましょう。そして今日はね、はい、枝チャンネルの枝さんが鯉を食べにわざわざ椅子まで持ってきてくれたんで。そして総本部からも慎吾くんと祝い支部からヒロくんとマーくんがね、鯉を食べに来てくれました。うまそう。よし、じゃあ、はい、行きますか。はい。そしてね、ダーマスさん、はい、ここで酔っ払ってるんですか。ここでね、はい、頼もしくこうやって育ってくれた鯉ですから、はい、もちろん残すことは禁止です。正解。何が臭いですか、枝さん。神聖な、神聖な魚を。巻いて取るしかない。味噌と、じゃあいただきましょう。じゃあいただきます。刺身ですね、はい、見た目は完全に。大丈夫、自然に感謝ということでね、うんうん、あいつは全然平気です、マジで。次このカメラが止まったところの人が。じゃん、ダーマさんです。ダーマさんがもう一口。じゃあダーマさん、でもうまいんですよね。うん、味は全然平気です、マジで。
癖は全然ない。ない。全然自分がない。うん。うん。ね。じゃあまた次カメラが止まったところの人から。ダン。マホさんです。なんでずるいよこれ。ジュンが一人で70クラスを6本上げるという快挙。そして見事に調理まで行って美味しくいただいたということで、次は12種類目の魚種を狙っていきますか。はい。今後ろの後方では枝さんがその12種類目をこれから狙ってくれるんで、ちっちゃいの。ただ枝さんが釣った場合、枝さんが食べなくちゃいけないと思う。責任責任。本当に骨があるの？俺全然臭くない。臭みは全然ないですか？俺は全然感じない。だ魚って食べ物が好きだから臭く感じないのかもしれないし。これ揚げた方がめっちゃうまいです。絶対的に。ダムさんこれ持って帰ってあげてみたら？持って帰って。うん。やっぱこれ美味しい。美味しい。うまいんですねやっぱり。普通に食えますこれ。ああやっぱそうなんだ。マスとかそっちと同じです。骨がちょっと引っかかっちゃうけど。泥臭さとかもないです。ほお。じゃあヒロ君。これマジで普通に食えます？多分あの普通まともな人が言ってるからあの大丈夫です。ダーマさんとかだったらちょっとあの信憑性ないですが。命に感謝いただきます。あでもね普通にうまい。あやっぱりやっぱりそうなんだ。全然うまい。普通にうまいっす。俺いらない。言っとけ、俺いらねえよ。おえさん、はい、手遅れです。もうここにいるっていうことは。俺頭でいいよ。頭すごい。これお姉ちゃん、お姉ちゃんほら食べる。ほら。来るな。お姉ちゃん。じゃあいただきます。おじいちゃんはいいよ。もう食べやねえから。あ、美味しい。あ、やっぱりみんなが口を揃えて美味しいと言いますね、ダマさん。よかったです。うん。今度覚えだよ、今度覚え。たまに残りますよ。じゃあカメラが止まった人のところが行きます。ダン、おじいさん。逃げたぞ。ダマさん。最後はこれ、まあ、なんかさ目食べるとなんかさいいことなんだっけ、なんかなんかありませんでしたっけ、なんか体に頭良くなるとか、歯が歯が生えるって入らない DHA で歯が生えると入らない、はい、ということでですね、今日は見事に鯉6本全部70ぐらいの鯉をつって見事にこうやって料理がしてみんなで美味しく食べることができました。できました。今日は皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。では腹減ってますね、あの感じ。いや味噌でした。止まらなくなってる。味噌じゃない。